井上ボール出していく、下向こうのキック、相手の裏、さあここから宮島がボールを持っています。ボールしていく、後ろに金井が立っています。アンチャージが抑えて、慎重に抑えた、金井がボール、チャージからから日曜のチャージ、後半最初にスコアゲームを繰り返します。今日2つ目、本当にこうプレーが行ったり来たりしますね、両チームにミスや反則が出る中でもね、交互に起きましたよね、完全に。リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。